おい、スマホ鳴ってるぞ。ん？何かあったのか？吉沢から？個人の問題に首突っ込む気はねえけど、今はいろいろと危ない時だ。出かけるのは止めないが、ヤバくなったら我が輩も呼ぶんだぞ。あんま遅くなるんじゃねえぞ。続いてのニュースです。先日から都内を騒がすあのゲルニカが再び姿を現しました。気鋭のストリートアーティストとして高い評価を受けているゲルニカ。しかし、その自由すぎるアート活動には多方面から批判の声も上がっています。今回の現場は警備部本庁ビル。またも一夜にして作品が描かれていました。覆面アーティストとして知られるゲルニカが都内で活動するようになって一月余り。その野放図な活動を止められない警察に多くの批判が寄せられています。一方では、世界的に知られるアート作品を保全すべきとの声も集まっており。うるさいな。寝かせてくれって言ってんだろ。あ、先輩、すみません、お呼び立てして。先輩にどうしてもここでお会いしたくて。いやいや、闇討ちだとかお礼参りだとかそんなことじゃないですよ。ただちょっとこれはご連絡しておいた方がいいかなと。実は不思議な絵を見たんです。それがどうしても気になる内容で。実際に見てもらった方が早いですね。こっちです、先輩。あ、これです。この絵って先輩の。やっぱり先輩もご存知なかったんですね。誰かが適当に描いたにしてもあまりにも似すぎてて、先輩にご連絡したんです。この絵、何とも言えない雰囲気というか、何か訴えかけてくる迫力がありませんか？見ていると心の奥がざわざわしてくるというか、不思議な感覚で。単なる気のせいかもしれませんけど。おっと、驚いた。まさか先客が君たちなんてね。え、明智さん、どうしてここに？やあ吉沢さん、それに君も。それにしてもさすがだね、君たちもこの案件を追っていたとは。あれ、じゃあ初耳なのかな。このグラフィティ最近話題なんだよ。話題？確かに迫力はすごいですけど。絵の内容はもちろん、その手法もかなり騒がれてるんだ。最近これと同様のグラフィティが都内のあちこちに描かれているんだよ。念のため聞いておくけど、君たちの仕業じゃないよね。ええ、そんなことするわけありません。冗談だよ。まずは疑うのが探偵の性分なもので。街そのものを巨大なキャンバスに見立て、強いメッセージを描く表現方法か。まあ無許可の場合が多いから合法性に疑問が残るけどね。そこまでして訴えかけたいことが、一体誰の仕業なんでしょう。さてね、それはまだわからない。作者はただの愉快犯かもしれないし、何かを企んでいる極悪人かもしれない。世間への犯罪予告かもしれないし、人々の行いに対する警鐘かもしれない。必
可能性はたくさんありますね。今は全て憶測だけど、発信されてる以上は僕は解き明かさなくちゃならない。放置して後々に厄介なことになっても困るからね。さすが探偵さんですね。それで何か分かったことは？僕も今来たばかりだから。そうだな、まずはこのグラフィティから一旦でも読み解くことができればいいんだけど。難しいですね。先輩、気づいたことはありますか？あ、私もそう思います。荒々しいけど高い技術を感じますね。どこか執念みたいな凄まじさも伝わってくるというか。作品の批評はまたにしよう。今優先すべきは手がかりの調査だ。回答だ、心の回答だ。お願い、取り戻して。心を奪い返して。先輩、どうかしましたか？え、もしかして壁の中に誰かいらっしゃるんですか？さすがにそれは考えづらいな。幻聴か彼の冗談か、はたまた。なんだ、絵が光って。嘘、体が吸い込まれる。先輩もそこにいたら危険です。逃げてください。ダメだ、止められ。吉沢さん、うわあ！余計な手出しだったかな。先輩、ご無事でしたか？よっ。さて、どうする？話が通じる相手には見えないけど。はい、協力してやっつけましょう。驚いたね。まさか吉沢さんも力を持ってるなんて。私もです。ということは、その明智さんも怪盗団かってこと？まあ、そのあたりはまず敵を倒してからにしようか。
あのさ、でも今ので最後みたいですね。で、明智さんは、というか、ここはどこで、一つずつ整理していこうか。最初に、僕が怪盗団かってことだけど、まあ、一応皇帝って感じかな。ん？というと？何やら複雑な事情があるみたいですね。わかりました。私も変に詮索しません。物分かりが良くて助かるよ。ところで話を戻すけど、驚いてるのは僕も同じだ。吉沢さんの力、君は初めて見るわけじゃないようだけど。あ、問題ないなら私から説明します。実は以前に。で、その時偶然力に目覚めたってわけか。なるほどね。はい、私の都合で怪盗団に入るのはお断りさせていただいたんですけど。怪盗団じゃないとしても戦えるのは心強いよ。さっきの敵はもちろん、ここがどういう場所なのかも判断しかねる状況だからね。明智さんたちもわからないんですね。パレスとは違うんでしょうか。もちろんその可能性もあるけど、確証は持てないかな。僕らがこの姿になっている以上、認知世界であるのは間違いないと思う。何かいるみたいだ。教えてください。すぐに助けに行きますから。ありがとう。お そんな、これって。吉沢さん、落ち着いて。おそらく彼女は。使うのは賛成だけど、ここは未知の場所だ。行動は慎重に。はい、慎重に急ぎます。なんか違う気がするけど。あと、彼女だけ行かせるわけにはいかないね。僕たちも向かうとしようか。走りすぎました。あの先輩、これって、これは一体、
これはひどいね。まるで虐殺じゃないか。どうしてこんなこと。いくらなんでもあんまりです。はい、私行ってきます。あの、ひどい真似はやめてください。はあ、何あんた邪魔する気。お邪魔する目的はないです。こんな惨状は見過ごせません。ジェリー、何なのこのガキ。ギャーギャーわめいてうざいんだけど。おかしいわね、このストリートによそ者が入り込むだなんて。あなたたち、どこのどなた。僕たちはただの通りすがりかな。この世界がどんな場所かわからなくてね。出口まで案内してもらえないかな。待ってください、明智さん。その前にあの行為を止めてもらわないと。そうだね、このまま帰るってのはないんじゃない。ゲルに勝ったら素敵なアイデア思いついたのね。いい加減雑魚やるのも飽きててさ。試しにさ、あんたらの腹綿の色あたしに見せてよ。いいでしょ。やれやれ、予想通りだね。穏便に済ませたかったんだけど。本気ですか。それしか道はなさそうだね。残念ながらあちら側はやる気みたいだよ。気をつけて来る。なんでいちいち抵抗してんの。さっさと派手にぶちまけなさいよ。何言ってるんですか。そんなことしたら死んじゃいます。大丈夫大丈夫、ここはほら不思議な感じの世界だし、ドバッと中身撒き散らかしても指を鳴らせば元通りみたいな。え、まさか本当に。デタラメだと思うよ。少なくとも僕は試そうと思わないね。あ、舌打ちした。ひどい、騙そうとするなんて。めんどくさい。ジェリー、あんたがあいつら勝たして。いっつも面倒を押し付けるんだから。しょうがない子ね。さあ、お前たち、あいつらをやっちゃって。先輩、明智さん、すごい数の敵が。ほら、できるだけあがいてみせて。派手な死に様を私の前にさらしてよ。そうやすやすとやられるわけにはいかない。とはいえさすがに困ったな。敵の数は圧倒的だ。どうする。それが賢い選択だね。この数を相手にすることはない。あの辺り囲みが薄そうです。抜けられるかもしれません。バカね、この数から逃げられるわけ。あら、え、あな、何、足元に急に穴が。
また吸い込まれ。いった。あれ、ここは。そうだ、先輩、明智さん。僕たちはここだよ。またどこかに引きずり込まれたみたいだ。敵からは逃げられたみたいだけど。ああ、ここはどこでしょう。周りも暗くて。怪我はないみたいだな。運のいい奴らだ。ネズミじゃなくて着ぐるみ。かわいい。君は？その前に礼ぐらい言ったらどうだ。せっかく助けてやったのに。もしかしてあの落とし穴はあなたが？急ぎだったからな。落っことすしかなかった。いえ助かりました。ありがとうございます。ま、分かればいいけど。それにしてもお前たち何者だ。ここがなんだか分かってるのか。この世界はゲルニカのストリート。偶然迷い込むやつはいない。しかもゲルニカと正面切って戦っていた。ただ者と思えないぞ。どうやらずっと見られてたみたいだね。初めからな。これまでずっと一人で戦ってきた。ゲルニカの虐殺を止めるために慎重でなきゃやってられなかったんだ。一人？本当にあなただけで？ああ、誰も助けられなかったけどな。でもお前たちは違う。戦う力を持っている。だから見極めないといけない。お前たちが敵なのかどうかを。なるほどね。けど少なくとも敵ではないと思うよ。そうです。って言っても証明しようがないんですけど。いや、一応言ってみただけだ。お前たちはゲルニカに怒ってくれた。あれで十分だ。おおよそだけど、そちらの事情は分かったよ。それでだけど、今度はこちらから質問していいかな。君が知る限りでこの世界について教えてほしい。おそらくゲルニカって存在が関わってくると思うんだけど。そうだ、この世界はゲルニカの心、ゲルニカから生まれた世界なんだ。お前たちは本当に何者だ。いくらなんでも察しが良すぎる。まるでこんな場所に慣れているみたいだ。それは。そう、訳ありなんです。訳あり？もしかしてお前たち心の怪盗団ってやつか。まさかの敵中。そうか、声が外に届いたんだな。もうダメかと思ってた。声？ついてきてくれ。お前たちに見せたいものがある。ちょっと待って、まだ質問は終わってないんだけど。そのためにも見てほしいんだ。その方が理解してもらえると思う。わかった、その言葉を信じるよ。どうかしたかい？あ、ありがとうございます。でも
ああ、さあ行こうか。すぐにマンホールを開く。見せたいものはその先だ。行くぞ、こっちだ。これだ、これを見せたかった。またグラフィティか。四茶で見たものと似てるようだけど。うん。吉沢さん、どうかした？四茶で見たものもそうでしたけど、これ見てるとなんだか気分が悪く。うん、そうじゃない。自分の中の何かが呼び覚まされて。すみません、何なんでしょうこれ。単なる絵とは思えません。飲まれれば命まで取られてしまうような。その子には分かったらしいな。それがゲルニカの力だ。みんなの心の奥底で黒く濁って渦巻いてる嫌な気持ち、この絵はそれを無理やり思い出させて溢れさせる力がある。溢れた感情は自分を壊すだけじゃない、周りも全部巻き込んで押し流す。行き着く先は死だ。待って、僕の知るゲルニカとは随分イメージが違うようだけど。明智さん、ご存知なんですか？ああ、ゲルニカは世界的に有名なストリートアーティストだ。アーティスト？あ、私もニュースで見た気がします。確か正体不明の。そう、神出鬼没の覆面アーティストという点で話題になることが多いね。あとは確か他人の敷地に不法侵入したりで問題になってた気も。そうだね、絵の手腕はともかくその活動を非難する声も多いけど、そのやり方もアート理念に必要だからということらしいよ。理念？ゲルニカは怒りを作品の根本にしてるって聞いたことがある。貧困や差別に苦しむ社会的弱者、ゲルニカの作品はその怒りの表出らしいんだ。怒りの声を既得権益者にぶつけるためなら手段は選ばないということみたいだよ。そしてその理念を応援する人間は多い。反エスタブリッシュメントの旗手なんて飾った言葉で呼ぶ人もいるね。そんなすごい人だったんですね。でも、そう、僕らが見たあれはまるで違う。ただの殺人狂だ。もしもここがゲルニカの認知世界だというなら、その真意は違う、違うんだ。今のゲルニカは大切なものを失ってしまったから。だから、大切なものですか？心の中心にあった始まりのアート、それを何者かに盗まれたんだ。それでゲルニカはあんな風に来るって。お願いだ、心の怪盗団、ゲルニカの始まりのアートを奪い返してくれ。ちょっと待って、話が飛躍しすぎだ。確かに僕らはこういう世界に来るのは初めてじゃないけど、心の核を失ったから主が狂ったなんて話は聞いたことがない。それにそもそもここに来たのも妙な力によって引きずり込まれたからだ。事情はわかるつもりだけど、何かを決めるにしては情報が足りなすぎると思う。さっき君は言ったよね、僕たちを敵かどうか判断するって。それはこちらも同じだ。僕らをこの世界に引きずり込んだのは君なのか？分かった、ちゃんと説明する。お前たちを呼んだのはゲルニカ自身だ。正しく言えば、狂ってしまう前の本来のゲルニカがお前たちに呼びかけた。ゲルニカは怪盗団をずっと応援していた。
気持ちに近いものがあると感じてたんだ。確かに私も少し似てるなって思ってました。ゲルニカはこうなってからも心の中で苦しんであがいていた。そしてどうにかあの絵を描いたんだ。あれは怪盗団への必死のメッセージなんだ。だから自分を元に戻してほしくて怪盗団を呼んだんですね。ああ、けど単に自分が救われたいだけじゃない。ここのゲルニカが完全に狂ってしまえば死のアートを現実でも広げてしまうだろう。そんな見たものによっては死をもたらすアートが現実でも、そんなことがありえるのかい？人の心はつながってる。今のゲルニカはそこに死っていうイメージを、いや理屈じゃうまく説明できないけど、このままじゃ本当に曖昧なことしか言えずすまない。にわかには信じられない話だけど、デタラメだという確証も得られないね。こういう話は君の方が詳しいと思う。意見を聞かせてくれないか？理屈以前の問題か。けど君らしいね。まあ僕も否定する理由もない。君がそう言うなら従うよ。決まりですね。もちろん私は賛成です。助けてくれるのか？ありがとう。よかった、怪盗団はゲルニカが信じた通りの奴らだった。さあ始まりの後を一緒に取り戻そう。ああ、その前にお名前教えてもらえますか？それとできれば君が何者なのか教えてくれると嬉しいかな。まだ名乗ってなかったか。ごめんごめん。名前はルカ。ルカが何なのかっていうのは、とにかくゲルニカを助けたいやつ、それがルカだな。おお、なるほど、よくわかりました。よし、じゃあ行くとしようか。あ、それとなんだが、始まりのアートは3つに砕かれてしまってな、それを全部集めなきゃならない。3つね、なかなか骨が折れそうだ。なに、怪盗団ならきっと余裕だ。それじゃあ早速向かおう。マンホールを開くぞ。グラフィティはこの先にあるけど、いつもより敵が多い。侵入者、つまり僕らがいるんだ。厳重にもなるだろうね。困った、どうしたら。こっそり進む感じですね。賛成です。幸い隠れる場所は多い。不要な戦いは避けた方がいいね。いつもの見張りがいない。今なら取り戻すことが。そうはいかないのよルカ。このおしゃべりクソオム、いっつもルカの邪魔しやがって。相変わらず下品な物言いね。育ちが知れる。悪いけどそこをどいてくれないかな。後ろの者に用があるだけなんだ。あら、よそ者の坊や。どうやらルカに協力してるようだけど、あなたたちには関係のないことじゃなくて、もしも手を引くなら元の世界に返してあげてもいいわよ。待て、そいつの話を聞くな。絶対に信用できないやつだぞ。何よ、人聞き悪いわね。どうせ何か企んでるんだろう、ゲルニカをたぶらかしたのだって。あなたには何度も言ってるけど、私はゲルニカの意思を尊重しているの。彼女はこのストリートで自ら望んだ姿を手に入れたのよ。嘘だ、ゲルニカはそんなことを思っちゃいない。もうめんどくさい子ね。ああそうだわ、そこのクセッケの坊や、ルカをこっちによこしてくれない？
そうしたら元の世界に戻してあげる。損のない取引でしょ。礼儀を知らない坊やだこと。勘違いしてるみたいだけど、僕らの目的はゲルニカを止めることだ。それに他人に進む道を決められるのは性に合わなくてね。荒っぽいのがお望みってわけね。それならこいつの相手でもしてもらおうかしら。出たな、いつもこいつに邪魔されるんだ。なるほど、今までの雑魚とは違うみたいだ。踏ん張りどころですね。集中していきましょう。やるじゃない。あ、それならこんなのはどう。これは相手にしてられないな。お前らこっちだ。ルカさん、見張りと戦っている間に準備しておいたかけらを回収するぞ。マンホールをかけらの真下に。いけない、急いで止めなさい。開くぞ、今だ。行きましょう。なんだか落ちてばっかりだ。よし、飛び込め。みたいだね。結構ギリギリだったけど。一つ目のかけらがやっと手に入った。ありがとう。残りはあと二つ。この調子で集めちゃいましょう。あと、さっきのこともありがとうな。さっきの？ルカのことジェリーに渡したりしないでくれて。あのオウムの提案に乗るのはあまりにリスクが高いからね。それに一度結んだ取引を保護にするのは僕の正義に反する。お前いいやつなんだな。理屈屋の頭でっかちやろうとか思っててごめんな。うん、今のは聞かなかったことにするよ。それであのジェリーというオウムは何者なんだい。正直言うとわからない。この世界の住人はみんなゲルニカの心の一部だ。でもゲルニカにあんな部分があるなんてルカは知らない。けどあいつが現れてからゲルニカはおかしくなった。それは間違いない。ジェリーはゲルニカが望んだとも言ってたけど。そんなの嘘に決まってる。あんな残酷な真似ゲルニカが自分でするわけ。はい、ルカさんの信じるゲルニカさんを信じましょう。事情を知るためにもまずはかけらを集めないとですね。ありがとう。お前もいいやつだな。優しくてまっすぐなやつだと思ってたけどもっと好きになったぞ。ありがとうございます。一緒に頑張ろうね。吉沢さん、ずいぶん気に入られてるみたいだね。君、そういうとこあるよね。それじゃあ、次のかけらを見つけに行きましょう。え？ああ。そうだね。
でも。どうだい？お願いします。それって…ことか。ということは、でも、場所は分かってる。早速向かおう。どこ行ってたの、ジェリー。ちょっと野暮よ。どう？作品のイメージ作りは進んでいるかしら。またたくさん殺したよ。潰して壊して引き裂いて剥がしてえぐってほじくって積み上げて殺すたび取り返しのつかない穴が脳の中に開いていくのを感じる。その穴を焼けつくような黒い泥が満たしていくんだ。それが奇妙に心地いい。ねえ、私はこれでいいんだよね、ジェリー。ええ、そうよ。欲するままに怒りをぶつけて、あなたのオリジンを取り戻すにはそれが必要なの。あなたがこの社会に抱く巨大な怒り、それを燃え立たせてこそのゲルニカよ。ジェリーがそう教えてくれたから、私は本当のゲルニカを取り戻せる。ジェリーがいてくれてよかったよ。嬉しいわ、とても。そうそう、さっきあのよそ者を見かけたわ。みっともなく逃げ出した連中、まだうろついてたんだ。次はあの子たちを使ってみたら、フレッシュな着想を得られるかも。
へえ、面白そう。逃がしたのはもったいなかったな。ダメだ、我慢できない。私今から行ってくれ。張り切っちゃって、ほんと可愛いわ。ゲルニカがよそ者を片付けてくれればそれでよしね。あいつらが何者だろうと関係ない。計画の邪魔は決してさせない。ひどく荒れた場所ですね。息が詰まるというか。気をつけろ、ここの奴らは特に凶暴だからな。早速出たぞ。数が多いな。来るよ。全部倒せたみたいですね。いきなり消耗したね。これ以上無駄な戦いは避けたいな。今の騒ぎでまた敵が集まるかも。急がないと。いや待て、この気配は。ああ、いたいた。探したよ。今度は逃がさないから。最悪のやつに見つかったね。ゲルニカ。ああ、あんたもいたんだ。ちょうどいいかも。いつも邪魔してうざかったんだよね。まとめて潰して混ぜ合わせて壁にドリッピングしてあげる。待ってくれゲルニカ、ルカの話を聞いて。待って、今は会話できる状態じゃないみたいだ。まずは彼女を止めないとですね。行きましょう。そんな。やるじゃん。やるじゃん、あんたたち。どこの誰か知らないけど楽しませてくれる。ゲルニカ、彼らが怪盗団だ。声が届いたんだよ。怪盗団？あんたバカすぎて面白いね。話すことなんてあるわけないでしょ。怪盗団だかなんだか知らないけど笑わせないでよね。これって怪盗団のことを知らないようだ。さっきの話と矛盾してるみたいだけど。違う、ゲルニカは記憶が抜け落ちてて。そっちでおしゃべりしてないで、もっと私とやり合おうよ。もっともっと私に死と痛みを感じさせて。一旦退却すべきだ。あれを相手にすることはない。ええ、行きましょう。ああ、なんで逃げるわけ。楽しいのはここからでしょ、ね。本当にしつこかったですね。でもなんとか逃げ切れました。かけらの場所はここから近い。さっさと回収するぞ。なるべく目立たずに進もう。ゲルニカも諦めていないはずだ。ありました、見つかる前に回収しましょう。ちょっと待て、ここにも見張りが。ほら出たぞ。さっきのやつより手強そうですね。時間はかけられない。追いつかれる前に片付けよう。想像以上に手こずったかな。これで邪魔されずに。やっと見つけた。挨拶なしで帰るなんてひどくない？私のストリートに来たなら私を楽しませなさいよ。本当に面倒だな。ゲルニカ、いい加減目を覚ませ。いつまでこんなこと。今はダメ、私たちが食い止めるから。
ルカさんはかけらを。わかった。またこそこそ話して、私に何隠して。何その下手くそな絵。頭が脳が焼ける。ケルニカ待って、近寄ると危ない。痛いよ。ケルニカしっかりしろ。くそ、こんなに苦しんで。ルカがわかるか、手を握れ。お姉ちゃんがついてるぞ。今なんて、そうだ、ルカのことを思い出したか。ふざけたこと言うな、クソガキ。ルカさん、ダメなのか、やっぱり。二人が姉妹、これは。クソ、なんだこのガキ、あたしをやっつかせやがって。今は帰る、次はそのガキを殺せ。待ってくれゲルニカ、頼む待ってくれ。落ち着いて、もうゲルニカさんは。とにかく回収を急ごう、また戻ってこないとも限らない。痛み、なんでどうしても消えない。グラフィティを見てから、あんな下手くそな、何か思い出す。どうしたのゲルニカ、そんなに苦しんで。ジェリー、私は私はここで何をしてるんだ、どうしてこんな。それこそどうしちゃったの。全てはあなたのためじゃない。あなたは自身のアートを見失っていた。いいえ、描く力そのものを。だから根源へ立ち返ろうとした、怒りを取り戻そうとしたんでしょ。そうだ、それは覚えている。強者が弱者を踏みつけにして、それが当然のルールだと取り澄ますクソったれな世界。そのクソなルールが私の大切なものを奪った。だからあなたはストリートを作り、怒りをかきたてたのよね。苦痛をくべた怒りの炎はゲルニカ一人にはとどまらない。無数の人々の心へ燃え広がり、憎むべき世界を焼き尽くす。そしてその望みはもうすぐ叶う。そうよね。そう、それが私の願い、それは間違いない。けど私の大切なものって何、どうしても思い出せない。ああゲルニカ、そんなのどうだっていいのよ。炎はすでに起こっている。あとはそれで世界を焼き尽くすだけ。あなたの大好きなアートを返してね。ジェリー、私はなんで。もちろん私のため。あなたは何も考えなくていい。
欠片は2つ揃った。残るはあと1つだ。欠片さえ揃えばゲルニカさんの記憶を。調子よくことが進めばね。確証がないのが気になるところだけど。はい、信じて進むしかないですね。気を抜かずに行きましょう。ごめん、みんなにはもう少し力を借りることになる。気にしないでください。困った時はお互い様ですから。それより君に聞きたいことがあるんだけど、君とゲルニカの関係についてそろそろ教えてくれるかい？そうだな、隠してて悪かった。全部話すよ。ああ、よろしく頼むよ。実はルカはゲルニカのお姉ちゃんなんだ。え？ごめん、もう少し説明してくれる？正確にはゲルニカの姉の思い出、それを映した影みたいなものだ。姉の思い出ですか？本当のルカはずっと前に死んだ。最後はよく覚えてないけど、ひどくお腹が空いてて眠かったな。そんな。ルカたちはいらない子供だった。親に放っておかれてゴミ溜めを漁って生きてたんだ。誰も見ない、知ろうともしないドブネズミみたいなガキ2人だった。だからルカたちは絵を描いたんだ。路地裏に描かれた絵をたまたま見てさ、それで真似してみたんだ。お腹すくのも忘れて一晩中夢中で描いてたっけな。ルカたちはここにいるって証しにできるだけでっかく描こうって。もしかしてこのかけらって、ルカとゲルニカで描いた思い出の絵、二人の約束そのものだ。どんな辛いことがあってもこの絵だけはゲルニカの心の真ん中に残り続けた。なるほどね、その絵がゲルニカの心をつなぎ止めていたというわけか。でもそれを砕かれてバラバラにされて、あいつはおかしくなった。全て取り戻せばあいつもきっと。ありがとう、かけらの重要性はよく理解できたよ。もう一つ聞きたいんだけど、君が正体を隠していたのはどうしてかな？それはだってこんな話信じてもらえないだろうし、ゲルニカの味方とか思われそうだし。なるほどね。でもそもそもの話、この世界自体が普通じゃないんだ。そんな心配いちいちする意味がない。取り越し苦労だと思うよ。もう悪かったよ。お前意地悪言って楽しいんじゃないか。おっと、これは失礼。どうも職業柄悪い癖が出ちゃったかな。でも君たち姉妹の事情はよく分かったよ。引き裂かれてしまった思いもね。その気持ちよくわかります。私も姉妹がいたから。いた？亡くなっちゃったんです。だから今は私一人だけ。昔からいつも一緒で、何をするにも同じで仲が良かったんです。でも大きくなってすれ違っちゃうこともあったりして、微妙な距離感というか。大切な家族なのにどうしてでしょうね。うまく気持ちを伝えられなかったりして。いつかまた昔みたいに話せる日が来たらって思ってるうちに、突然の事故で結局何も話せないまま。私はそうだったのか。だから私はルカさんだけじゃなく、ゲルニカさんのためにも手伝いたいんです。思い出の姿だって分かってます。いなくなったという事実だって覆せないけど、
それでも二人の心が離れたままでいたら悲しい結末にしかなりません。だから私はゲルニカさんとルカさんの心を救うために力を貸したいです。わがままかもしれませんが、私みたいな後悔はしてほしくないんです。わがままなんかじゃない、やっぱりお前はいいやつだ。ああ、残るは一つだ。よし、絶対絶対に取り戻してみせましょうね。それじゃあ最後の場所に向かうぞ。そうだね。行きましょう。ごめんなさい。それって…そういうことか。でも…ってことは、うん、そうか。そんじゃごめん。
うん。最後のかけらはここにあるはずだ。ルカもこの辺りは詳しくない。嫌な感じがして近寄らなかったから。嫌な感じ？うまく説明できないけど、いるだけでムカつく感じがするんだ。確かに不自然なほど静かですね。ちょっと待て、何かおかしな気配が。いや違う、すごく嫌な匂いがする。言われてみればかすかに。でも何の匂いかまでは。これは刺繍だよ。え？匂いだけじゃない、ルカには聞こえる、みんなが苦しむ声が。行こう、早くみんなを助けないと。待ってくれ、かけらがそっちにあるとは限らないんじゃないのかな。行けばおそらく戦闘は避けられないだろう。下手に消耗すればそれだけ欠片の回収は遠のく。それはゲルニカを救うのが困難になるってことじゃないかな。確かにそうだな。けど殺されてるのもゲルニカの心の一部なんだ。ルカはどうしても放っておけない。このままじゃゲルニカは。頼む、いや、お願いします。ゲルニカを助けるのに協力してください。ルカさん、明智さん、私からもお願いします。合理的じゃないっていうのは分かってるつもりですけど。吉沢さん、参ったな。ねえ、君はどう思う？議論してるだけ無駄か。確かにそうかもしれないね。よし、刺繍の方へ向かおう。何が起こってもいいように慎重にね。協力してくれるのか。ありがとう、ありがとう。頭でっかちな理屈屋にしてはいい判断だったかな。ああ、そうだな。よし、急ごう。うん。明智さん、ドンマイです。お前たち、こっちだ。こっちから嫌な匂いがして。待って、ルカさん、一人で先に行ったら。見ちゃダメ。これはひどいな。ゲルニカ、こんなことしたらお前の心は。もう私を気安く呼ばないでよ、クソガキ。ゲルニカ、邪魔者が揃ってるじゃない。ちょうどいいわ、まとめて死体の山のてっぺんに積み上げちゃいましょう。ジェリー、これもお前が。何度も言ってるでしょ、全てはゲルニカの望んだことよ。この状況を。そう、これこそゲルニカが恋願い続けた光景。ゲルニカのアートは怒りのアート。その熱は大衆を狂奔へと駆り立てる。弱者を抑え込む抑圧を吹き飛ばし、歪んだ社会の全てをぶち壊すの。その果ては渦高く積まれた屍の山、無辺に連なる死の光景。お分かり？ゲルニカはこれを現実にするためにストリートを築いたのよ。違う違う違う、ゲルニカはそんなこと望んでない。あんたに私の何がわかる。私の願いは今ようやく叶うんだ。ゲルニカのバカ、お前は自分で自分の心を殺してるんだぞ。お前が痛いだけ、苦しいだけ。
私に必要なのはそれなんだよ。苦痛と憎悪で現実を塗りつぶすんだ。私が受けた苦痛すべてを今度は世界に味わわせてやる。そうよ、夢の実現はもう目の前よ。そのために邪魔なあいつらを、あのガキをやっちゃいましょう。やめてください、ゲルニカさん。この子は、ルカさんはあなたのお姉さんなんですよ。それを思い出して。私にそんなものいない。もしそれが本当だったとしても関係ない。私には夢が全てなんだ。姉だろうと親だろうと、邪魔するなら殺す。させない。はあ、どれだけ泣いても怒っても苦しんでも、死んでしまったらもう会えないんですよ。軽々しく殺すなんて言わせない。何言ってんのこいつ、意味わかんない。意味が…ゲルニカ、あんなの聞いちゃダメ。邪魔する者は全て敵、敵は殺すのよ。そいつもこいつも殺し尽くす。ゲルニカさん、あなたを止めます。絶対に。くそ、なんでこいつらこんなにしぶといんだ。このストリートでは私が最強じゃないのか。くそ、くそ、なんで私が。二人とも気づいたかい、ゲルニカの様子がおかしい。はい、攻撃にためらいがあるような。どうしたのゲルニカ、まさか手を抜いたりしてないわよね。そんなことあるわけなら、しっかりなさい。このままじゃ全て台無しよ。分かってるよ、お姉ちゃん。なんて、頭が、あれれ。ゲルニカ、あんなに苦しんで。まったく、肝心な時にこのざまなんだから。立ちなさい。立って殺すのよ。ゲルニカ、すぐそっちに行くぞ。お前たち、あいつらを近づけないで。さあ、帰りましょう。私が最後の教育をしてあげる。ゲルニカ、行くな。戻ってこい、ジェリー。ルカさん、危ない。敵に突っ込むようなことは。数が多すぎる。退却も無理そうだ。ここで倒れるわけにはいきません。切り抜けましょう。ゲルニカたちには逃げられたか。ごめんね、ゲルニカさんのこと助けられなくて。何言ってるんだ。みんなには感謝してる。それにゲルニカはまだ壊れちゃいない。ギリギリだけど抗っていた。ゲルニカは助けを求めてるんだ。ゲルニカはジェリーに何かされている。あの様子から見てそれは確かみたいだね。だけどそれが何なのか、いや何のためなのかがわからない。こうなるとますます気になるのはジェリーの正体だけど。言うなよ。ただでさえうちの家族関係はいろいろ最悪だったんだから。よし、どう思い返してもそんなやついないぞ多分。まあここで考えてても答えは出ないか。とにかくジェリーの正体は後回しだ。
ゲルニカが元に戻れば全部わかる。そのためにはかけら探しですね。場所はわかる？ああ、なんとなく感じるぞ。あっちだ。あったぞ、最後の一つ。このまま無事回収かな。あの、何か聞こえませんか？下だ、地面の下に何かいるぞ。まあそううまくはいかないか。邪魔はさせません。押し通ります。終わったね。それじゃあ手早く済ませてしまおう。はい、最後のかけらの回収ですね。よし、あったぞ。ありがとう怪盗団、お前たちのおかげでようやく。礼を言うのは早いよ。まずは安全な場所へ。ああ、そうだな。はい、でも任せてくれ。決まりだね。
ことですか。じゃあ行こうか。これで全て揃いましたね。ようやくなんだな。ようやくルカとタオの絵が元通りに。タオ？ゲルニカの本当の名前だ。ルカはタオのことをずっと守ろうって思ってた。それなのにルカだけ先に。あいつは、タオはすごいやつなんだよ。一人きりになって苦しかったはずだ。怒りに身を任せてもいいはずだった。でもタオは耐えたんだ。ルカとの約束を守り続けたんだ。ルカさん、妹を信じてるんですね。もちろんだ。あいつはルカよりずっと強い。始まりの後が戻ったならきっと。ところへ行ってくる。そろそろ目を覚まさせてやらないとな。私たちも行きましょう。ゲルニカさんを助けないと。向こうの本拠地は分かってる。マンホールを開くぞ。頭が割れる。痛い。助けてジェリー。なんでこんな、私のストリートでこんなこと。答えてよジェリー。ねえ、どうして私は苦しんで。黙りなさい。アーティストというのは本当に面倒ね。なぜこうも手がかかるのかしら。何言った、ジュリー。あれだけ念入りに壊してやったのに、まだ心を保ってるなんて。普通なら自我なんてとっくに消えている。ふとましったらないわ。嘘だ、そんな、チリ、そんな。助け、お姉ちゃん、助けて。またそれなの？何度心をすりつぶしても、それがある限り潰しきれない。まあ、今は仕方ないわ。精神を縛り上げておきましょう。お姉ちゃんも、すぐ始末してあげる。とびきり趣向を凝らしてね。やめて。おめかししましょう、ゲルニカ。お客様をお迎えするのだから。フィナーレはもうすぐよ。着いたぞ。ここだ。なんかピカピカしてますね。これまでと雰囲気が。こうまで違うと逆に不気味だね。いらっしゃい。一応歓迎しておくわ。ジェリー、ゲルニカを、ルカの妹を返せ。別に隠してなんかいないわよ。会いたいなら会わせてあげる。ゲルニカ、どうした。殺す、
お前も、お前も、お前も殺す。ぶち殺して、ぶちまける。様子がおかしい。いや、あれはもう完全に。おい、しっかりしろ、ゲルニカ。これはもう。お前らをぶちまけてやる。ダメだ、襲ってくる。殺してやる。衝動の塊とでも言えばいいのかな。これはもう。待ってゲルニカ、お前はそんなにこの世界が憎いのか。ルカさん、無駄よバカな子ね。私から大切なものを奪った。世界が憎いんだ。だから壊す、だから殺す。暗いなら全部燃やして。思い出してくれ、世界は、ストリートはただ奪うばかりじゃなかったろ。憎しみだけじゃなく、つながりも友達も温かさも全部ストリートで知った。ルカたちに大切な宝物を与えてくれた。ルカたちがドブの中であがいてても宝物は輝くんだ、ゲルニカ。いや、タオはそれを知ってるはずだろ。奪われることが恐ろしいなら、ルカの全部をやるよ。ルカはお前のお姉ちゃんだからな。ルカ、お姉…やめなさい。させない。もう二人に手出しは。どいつもこいつも。どきな小娘、生川吐いちまうよ。急に口が悪くなったね。性根が透けて見えるよ。ルカの全部を受け取ってくれ、タオ。二人の始まりのアートだ。覚えてるか、どう
後の約束。覚えてる。私たちと同じ弱くて小さいみんなのために絵を描くって、ここにいるって証を街中に見えるくらい大きく大きく描いてやるって、それがお姉ちゃんとの約束だった。お姉ちゃん、ルカがいなくなったら、私は甘えん坊だな、タオは。ルカは約束の中に生きてる、いつまでも。どうして？ゲルニカの心は全部壊したはずなのに。ありえない。あなたには永遠に分かりませんよ。さてどうする？おとなしく降伏した方がいいと思うけど。ジェリー、ゲルニカ、こいつらはアートの敵よ。あなたの夢を阻む敵。すぐに殺して。ジェリー、お前、私に何をした？お姉ちゃんに何したんだ？確かに私のアートの根源は怒りだ。それは間違っちゃいない。だけどそれは私と同じ弱い者と共にある声を上げる力なんだ。それなのに全て壊してどうする？ジェリー、お前が思いをねじ曲げて。くだらない。あまりにくだらないわ。なんだって？何がアートよ、何がアーティストよ。それに共感する連中もくだらない存在よ。弱い者の声、社会への怒り、地べたから声を上げて何になるの？くだらない自己満足を聞こえのいい言葉で取り繕ってるだけじゃない。ふざけるな！お前は一体何がしたいんだ？あなたの影響力を利用する。ただそのためよ。アートに喝采を上げるくだらないゴミどもを集めてまとめて焚きつける。燃やし尽くしたその後には美しい静筆の世界が待っている。どうやらそっちにとって不都合な人間を間引くことが目的みたいだけど、はっきり言って妄言としか思えないな。所詮は人間、さかしく振る舞っても大いなる視点は理解できないようね。なら君は何なんだい？神とでも言うつもりかな？その名をみだりに口にするな。余計なおしゃべりはここまで。私は使命を全うするだけ。邪魔者はすべて殺す。そしてゲルニカ、あなたは絶対に殺さない。もう一度初めからやり直しましょう。支えのすべてを消し去ってあげる。お姉ちゃんなんてかけらも残さないから。シェリー、お前怪盗だ。お姉さんと約束したんです。最後まで一緒に。ありがとう。茶番は終わり、仮の姿もここまで。
うしましょう。さて、くらいな。人間ごとき。認めたくはないけど、力の差がありすぎる。愚かな連中め、このストリートは私が築いた場所、私が全てを支配する世界、紛れ込んだゴミが支配者にかなうと少しでも思ったのかしら。全てを支配だって笑わせる。何がおかしいの。ごまかすなよジェリー。全てをお前が支配してるの。どうしてルカを自由にさせた。黙りなさい。ここは心の世界、イマジネーションがルールを決める場所。私の心のお姉ちゃんだけだ。だからお前にも支配できなかった。それでルカを恐れたんだろ。気づいてるんだろジェリー。私のイマジネーションはお前より強い。お前が勝つのがこの世界のルールなの。それを今から書き換えてやる。やめなさい。人間が私に逆らったところで。ダメだって言われても私はやる。私が世界をぶち壊す。しい色彩は、私はこの世界の創造主よ。それを塗り替えるですって。それは摂理を変える行い、神の御業にあだなす。神の御業？大げさ言うなよ。上書きなんてストリートアートじゃ当たり前だろ。敵の悪い絵は塗りつぶされるって決まってんだよ。すごい。貴重な人間ごとき。怪盗団、こいつに教えてやる。地べたを這いずる人間に何ができるかを。先輩、乗ってますね。私も続きます。人間ごとき。行くよ。ああ。はい。人間ごとき。ありえない。人間が私を。最後に教えてくれないか。君は本当に何者なんだ。私は、いいえ、それに答えることは許されていない。残念だわ。私の使命がこんな、アートなんて
無価値なもののために。あんたはそうやってバカにするけど、絵の力は信じてたんだよな。あんたは最低最悪に嫌なやつだけど、私の絵を理解してたんだ。その一点で私とジェリーは分かり合ってたと思うよ。アーティストって意味わかんない。ちゃんと私を憎みなさいよ、ゲルニカ。バカな子ね。結局正体は分からなかったですね。まあ、分かんないこと気にしてもしょうがないし。無事でよかったです、ゲルニカさん。いえ、タオさん？ゲルニカでいいよ。タオって呼ぶやつはもういない。私はタオでゲルニカ。そして、ルカの心も受け継いでいる。お姉ちゃんは、ちゃんと私の中にいる。心の中に。どうした？泣いてるのか？あれ私どうして？すみません、気にしないでください。そんなことよりゲルニカさんはこれからどうするんですか？これまでと同じさ。私と同じ弱くてちっぽけなクソったれどものために絵を描いていく。声を聞こうともしない奴らにここにいるって教えてやるんだ。ま、気に食わないって連中もいるだろうけどね。君ほどの評価を得ているアーティストだ。日の当たる場所も望めると思うけど、それは主義に反するってことかな。ま、そういうことだ。私はルカとの約束を守りたい。それだけじゃない、ストリートで出会ったたくさんの奴らとの約束なんだ。行き着いた先でのたれ死ぬまで私はこの道を歩くだけだよ。けどファンなのはお互い様だよ、怪盗団。それじゃこの辺でお別れだ。あんたらを送り返してあげるよ。お元気で、ゲルニカさん。ルカさんも。ああ、さよなら、怪盗団。本当にありがとう。私たちの道はきっとどこかでつながってるよ。たとえこの瞬間を忘れても。申し訳ございません。力及ばず使命を果たすことがもちろんです。破壊と混乱は神の御心に背くこと。我が身と共に愚かな行いのすべてを虚無へと返しましょう。神が望む美しき世界の成就、虚無の果てより願っております。地にあまねく性質を。ここに。吉沢さん、それに君も。僕はグラフィティを追ってここまで来て、で、あれ？妙だな、グラフィティがない。私も
何かがここにあった気がするんですけど。けど、なんか変な感じしませんか？何も覚えてないけど、不思議と嫌じゃないというか。とにかく、グラフィティがないなら調査は白紙だ。僕は戻ることにするよ。はい、お気をつけて。私たちも帰りましょうか。また学校で。ご覧いただけますでしょうか。都庁の前面に巨大なグラフィティです。厳重な警備をかいくぐり、一夜にして出現しました。専門家の意見によれば、ゲルニカの作に間違いないとのことです。ここまで巨大な作品は近年なく、その名を高めた代表作に匹敵するものと。届いてる？回答だ。私たちの小さな声、いつか道が交わるその場所で答えを聞かせてよね。都庁の壁を切り出すわけにいかず、保存は難しいものと考えられています。早急に消すべきとの声もありますが、国内外から保全を求める意見が寄せられ。朝からこのニュースばっかりだな。すげえ騒ぎだ。我が輩たち以外にもこんな奴がいるんだな。言うじゃねえか。けど我が輩も同意だ。なんか引きつけられる気がするぜ。というかお前、なんか嬉しそうな。と、そろそろ行かないとだな。遅刻したらご主人にどやされるぞ。Thank you.
削除の是非については午後に行われる定例会見が待たれていますが。やれやれ、都知事もいい迷惑でしょう。為政者が佐治にかかずらわるなど、そもそもあってはならないのです。大衆を導く者は大局こそを見るべき。わかりますね、藤四郎。ええ、もちろんです。うん、どうでしょう、ずいぶん興味あるように見えますが。僕が気にしているのは都知事のご苦労についてですよ。政界の再編も近いこの時に落書きごときに振り回されるなんて。分かっているならよろしい。